はい、こんにちは、広報問題です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。今新築の照明を決めているところなのですが、照明の色で悩んでいます。主に黄白色を使用した LDK にしようと思っていたのですが、キッチンのところだけは、中白色の方が、食材の色などが分かりやすいという人のブログを拝見しました。リビングを黄白色、キッチンを中白色にすると違和感ありますか？どちらかに統一した方が良いですか？調光機能などは値段的につけない方向です。よろしくお願いします、という形でご質問いただいております。はい、こちらに対する回答なんですけども、どちらかに統一した方が良いです、調色がいいですけどね、という形で回答しております。まずこちらですね、照明、最近ですね、照明の電気の色ですね、 LED の電気の色なんかも結構いろんな色の種類が出てますね。オレンジ色っぽい色からその中間色から、白の色っていう形でですね、いろいろこう出てるんですけども、キッチン周りとかですね、いうのはそこどっちかというと電球色っていう、こう白い方の色をですね、好まれる方が多いかなというふうには思うんですけども、リビングに関してはですね、中白色って言ってこう白い方の色をですね、好まれる方が結構多いんですけども、実際それをですね、じゃあキッチンのところだけ中白色にして、ダイニングを電球色とかっていう、オレンジ色の光にすると同時につけるとですね、正直こうパッと見た時にすごくこう色が混ざって汚く、見えるんですね。なので基本的にはですね、どちらかに統一された方がですね、同じ空間の場合ですね、特になんですけども、同じ色に統一された方がやっぱり綺麗に見えるかなと思いますので、その辺も少し意識していただけたらなと思います。で、最近はですね、スイッチ一つでですね、照明の色をですね、それぞれ変えることができるような照明器具ももう結構ダウンライトとかでも出ていますので、どうしてもそのキッチンだけはそれにしたいとかっていうのであればですね、できる限りですね、そこはそういうのを使われた方がいいんじゃないかなと思います。ボタン一つ押したらですね、色が変わるやつもありますので、そういうのをつけていただいた方が後々多分ちょっとちょっと気になるなって言った時にもう修正しやすいいう形になると思いますので、ここはですね、ちょっと値段的につけないという形で書かれてるんですけども、そういうようなその色が変えれるやつ、ちょっと値段高くはなりますけども、結構効果的にですね、家の中を綺麗に見せることができますので、その辺はぜひですね、検討していただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこをちょっと一つ参考に、また、色を選んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います、というところです。そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あとチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。